私は最愛の一人息子を仕事で亡くしました。4年半前2006年の1月息子は過労死いたしました。日本人ってなんでこんなに働くのでしょうかね。分かりきってたことですが、うつの原因は確実にお仕事ですね。何も手につかない、何もする気がしない、ただひたすら焦燥感や倦怠感、嫌悪感を薬で抑えるだけ。薬の効き目もどんどんなくなってる感じがする。困った、これからどうしよう。今の仕事をどう考えても一人じゃつらいんですよね。自分はダメだ、何もない、生きてる価値が見つからない、答えはいつまでたっても見つからない、死ぬ根性もなく消えてなくなりたいと思いど何も行動を起こせず、もう自分の手に負えないってことが分かった気がする。今の状態が本当に本当に嫌になった時、俺は死を選ぶと思う。Excessive overwork is prevalent among younger generations who struggle to hold on to scarce full-time positions with the fear of becoming temp workers. When you look at the compensation cases for work-related mental illness in 2010,More than half of all the cases are filed by the age group between 20 to 39 years old. The number one cause of death for the age group 20 to 34 years old is also suicide. Of more than 30,000 suicides recorded last year, 10,000 could be related to overwork. Shota Nakahara, 32-year-old, a former system engineer, has been suffering from depression brought on by excessive overwork for 8 years. He sued a company for unpaid overtime and won the lawsuit in 2006, but he is still unable to return to work. その頃は、朝8時40分に、出勤をしておりまして、で、昼、夕方、夜とずっと仕事をしてまして、仕事が終わるのが午前3時ぐらいになります。で、仕事が終わると、家に帰る途中にコンビニエンスストアがありますので、そこで安い、コンビニ弁当を買って家に帰って、まあ、それを5分ぐらいで平らげて、軽くシャワーを浴びて、で洗濯機を回して寝ると、そして朝まあ、7時ぐらいには起きると、そういう生活でした。睡眠時間はだいたい数時間というぐらいです。まあ一日あたり数時間しか寝れないというような状況はだいたい1年半から2年ぐらい続いて、まあその結果ですね、病気になってしまったということになります。まあ非常に精神的に追い詰められていまして、で朝ベッドから起きるのが本当に一苦労でした。で、今が何月なのかとか、季節はいつなのかとか、そういったことも全然わからないと。で、人を向いてずりずりと歩いていて、で会社の入り口だけが、まあ、見えているわけですね。もちろんあの会社の外の風景も当然目には入っていると思いますけれども、私にはもう見えてなかったということです。で、会社の席に着くともうパソコンしか見えないですね。周りの音も全然わからないし、視野がぐーっと狭くなってしまって、周りの上司の声もすらも聞こえなくなってしまうと。で、一度、まあ、上司の声があまりにも聞こえないものですから、お前は何をやっとんだということで、まあ、上司から椅子を後ろからガツンと蹴られたことがありまして、それではっ
となったことがあります。絶対にこの正社員の仕事を、手放したくはないと思っていて、正社員じゃないイコールもう人生の道を転げ落ちてしまって非常に貧しい、底辺の仕事をするしかない、そうするともう君の人生は終わりだと。それでもやはり命の方が惜しかったので上司に辞めたいというふうに、願い出ました。